宮城厚は、東京都大田区出身の男子テニス選手。早稲田大学卒業。身長172センチメートル、体重61キログラム。総大卒業後は、ゼネラルブッサンに勤務。1955年の全米選手権男子ダブルスで、鴨金きなりとペアを組んで優勝し、日本人のテニス選手として、唯一の四大大会男子ダブルス優勝者になった、名選手である。 姉の宮城玲子もテニス選手。芝浦製作所の技術者、宮城喜三郎の長男として、大田区田園調布に生まれる。先祖に、梅ソテー原魚がいる。父親がテニスを趣味とし、宮城家は有名なテニス一家であったが、厚紙がテニスを始めたのは、早稲田大学入学後であった。壮大のテニス部で、 福田正之助に指示した宮城は、1952年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップの日本代表選手に選ばれた。日本は第二次世界大戦の敗戦後、1951年からデビスカップの舞台に復帰したばかりで、当時の出敗日本代表監督は熊谷和也であった。宮城が初参加した1952年の出敗では、 日本代表選手は宮城と中野文章、熊丸二郎の3名でアメリカンゾーンの1回戦でアメリカチームに0勝5敗の全敗に終わったが宮城は早くもシングルスに試合に抜擢された。1953年から鴨金キンが手配日本代表選手に加わり宮城は鴨とのダブルスで抜群の強さを発揮し始める。1954年 宮城は全日本テニス選手権で男子シングルス初優勝とカモキンナリとのコンビによる男子ダブルス初優勝を達成した。1954年からレハイ監督が清水善造に交代し、この年はメキシコチームに2勝3敗と前線した。宮城はメキシコシティへの遠征でフランシスコ・コントレラスに7から5、6から1、3から6、6から3で勝ち、 自らの出敗初勝利を飾っている。1955年、デビスカップに東洋ゾーンが新設されたことにより、初めて日本国内での開催が可能になった。この年からは原田武一が日本代表監督を務めた。5月27日から29日にかけて、東京の田園コロシアムで行われた東洋ゾーンにおいて、日本はフィリピンに3勝2敗で勝ち、 その上位にあるインターゾーンへの出場権を得たが、そこでは、強豪オーストラリアに歯が立たず、0勝4敗で完敗した。この時のオーストラリア代表選手には、当時世界の頂点を争っていたケンローズウォールやルー、ホードが入っていた。この年の全米選手権で、宮城敦紙とカモキンナリは、男子ダブルスで日本人男子選手として、初の四大,大大会優勝を成し遂げる。 当時の全米選手権はシングルスとダブルスが別々の会場で行われていた。シングルスはニューヨークのウエストサイドテニスクラブで開かれ、ダブルスの会場はボストンにあるロングウッドクリケットクラブであったが8月17日から20日にかけてハリケーンダイアンの大豪雨がボストンの地を襲ったのである。雨はいつまでも降りやまず、 芝生コートでプレーを再開できる見通しが立たないまま、選手たちは何日間も試合を待たされる。アメリカとオーストラリアの有力選手たちは、8月26日から28日のデビスカップ決勝戦を選んで、ニューヨークのホレストヒルズへ移り、この年の全米選手権男子ダブルスを断念した。こうしたチャンスは滅多にないということで、他の選手たちは、 天候の回復を根気強く待ち、宮城と鴨の組は、決勝で、ジェラルド・モスとウィリアム・キランの組を6から3、6から3、3から6、1から6、6から4のフルセットで破る。22年前の1933年ウィンブルドン、男子ダブルスで、佐藤二郎と布井良介のペアが果たせなかった4、大大会男子ダブルス優勝は、こうして実現した。これは今なお、 日本人、テニス選手による、唯一の4大大会男子ダブルス優勝であると、同時に、日本人選手同士のペアで獲得した唯一の4、大大会ダブルスタイトルでもある。日本人選手を含む他の4大大会ダブルス、優勝は、外国人選手とのペアで獲得したものであるため、宮城カモペアの優勝は、日本テニス史に残る貴重な勝利と言えるだろう。 宮城敦史は四大大会の男子シングルスでは、1952年から1955年まで全米選手権のみに出場したが、2回戦進出が自己最高成績である。全日本テニス選手権では1954年、1955年、1957年、1960年の4度に、渡り、男子シングルスと男子ダブルスの 単覆2冠を獲得した。1962年には混合ダブルス優勝もある。デビスカップでは、宮城は1962年と1963年に日本代表監督を務め、その傍ら選手としても1963年までプレーを続けた。宮城のデビスカップ通算成績は、シングルス11勝13敗、ダブルス6勝9敗、通算。 18勝21敗となる。選手引退後は、母校早稲田大学の定級部監督、日本テニス協会戦無理事、早稲田大学人間科学部教授などの養殖を務めている。2021年2月24日、暴行癌のため、東京都世田谷区の介護施設で死去。89歳坊津。宮城喜三郎、大衆人事録。第12版東京編帝国秘密探偵社。 1938年、P657、宮城敦史さん死去89歳1955年、全米テニス男子副派社毎日新聞2021年2月25日。ありがとうございます。